紅麹という危険な食品が日本の街中で大腕を振ってのさばっています。危険食品は機能性表示食品と名乗っています。機能性表示って意味わかりますか？機能性表示という危険食品。皆さんで機能表示は危険食品と叫びましょう。機能表示は危険食品。危険食品。機能性表示食品の失敗、混乱は国を韓国の統一教会に売った売国の首相安倍晋三に始まる。ここにも晋三の負の遺産が残されている。健康食品の機能性表示を解禁いたします。国民が自らの健康を自ら守る、そのためには的確な情報が提供されなければならない、当然のことです。現在は国から特保の認定を受けなければ強い骨を作るといった効果を商品に記載できません。お金も時間もかかります。とりわけ中小企業、小規模事業者にはチャンスが事実上閉ざされていると言っても良いでしょう。安倍が解禁した機能性表示食品は森下隆一が主導したもので、森下は安倍が内閣規制緩和委員会に呼び入れた。機能性表示食品とは企業が過大広告して売上を伸ばせるための政策なんです。科学的証拠を説明しないでよくて、官庁の点検なし、企業が好きなようにできるというのでは恐ろしいことが起きると大変に心配されました。そしたら今度の小林製薬の紅麹の害毒事件が起きてしまったのです。機能表示食品もアベノミクスも上辺の説明で国民を騙せということ、血液がサラサラですとか、コレステロールが減少しますとか、アベノミクスは国債発行で通貨を増やせば景気が20年ぶりに良くなりますよ。アベの政策は電通を使ってたくさん宣伝すれば問題は解決する、だからたくさん宣伝しましょうね。全くのデタラメです。バカだな、バカだな、騙されちゃう。新宿の温風